まあ、前日に、まあ、私のミスなんですけども、注意はしてたんですけど熱出してしまってですね、で治るように、まあ、ちょっと頑張っていろいろ試したんですけど、やっぱり治らずに、まあ、レース当日の朝ですか、まあ、現地の方に病院に連れてもらったんですけど、まあ、ドーピングとかの関係があって注射とか点滴は打てないと言われたので、まあ、向こうの病院にシャモニーですか、市販の薬で、まあ、これしか出せないという形で、まあ、出してもらったんですけど、まあ、スタート時間まで、まあ、夕方だったんで時間はあったんですけども、なるべくこう寝て、とりあえず水分だけ取って熱だけでも下がるようには頑張ったんですけども、まあ、あと途中お昼頃ですか、抗線香になったっていうの、まあ、話があって、実際はシャモニーモンブラン山脈100マイルか回るんですけども、まあ、雪とか天候の影響で、まあ、フランス国内だけでレースすることになりまして、100キロにコース変更になったんです。で上の方は雪なので標高を少し下げてという形だったんですけども、まあ、コース変更になったので、スペインとかですか、フランスの、まあ、有力選手何名かは出場辞退、まあ、した選手もいたんですけども、まあ、今回すごい日本国内でもいろんな方々が応援してくれてるので、まあ、どんなことがあっても、まあ、走ろうと思ってたんですね。ただもしかしたらスタートしたら汗とかが出て良くなるんじゃないかとはかすかな期待が自分の中だったんですけども、やっぱり甘くてですね、スタートしてからもうすぐ2キロでもなんかフラフラになってしまってダメで、でスタート直前まで実はもう部屋で寝て、なるべくこう体力回復するにはやってたんですけども、準備運動とかステッチも全くせずに行ってしまったので、まあ、ちょっと足をこう逆にまた痛めてしまったというか、はい、もあって、まあ、スピード落ちてしまったんですけど、まあ、今回日本からもアシスタントの方も来て、まあ、すごい親身にケアしてくださったので、まあ、正直言った途中何回もやめたいというか、もうフラフラだったので、まあね、途中倒れたりしたらかなりの方に迷惑かけるのでやめた方がいいかなと思ったんですね。で途中、まあ、他の日本人の方々、まあ、ノースフェイスのスタッフの方々にもやめろやめろって言われたんですけども、ちょっと31キロとやめた方がいい、まあ、ただまあ、どうしてもちょっと行けるところまで行かせてくれて頼んでですね、まあ、無理をして前に進んだんですけども、まあ、途中標高が高くなって雪に変わってですね、すごい寒くて、で体もこう、まあ、熱があるので体温調整機能が全くなくてですね、もう一回体が冷えてしまうと全然温まらなくて、なんかもう震えてしまってですね、まあ、何回かこうレースというよりもその本当になんか倒れてしまうんじゃないかという時もあったんですけども、まあ、そういう時はエイドステーションまで頑張って、そういう時で、まあ、焚き火とかあったので、あとはメディカルスタッフがいたのでちょっと入って足とかこうマッサージしてもらったりとか体温めたりして、まあ、またスタートしたんですけども、本当に辛くてもう辛い以上かな、けど今回も本当にまあ、頭フラフラだったので何箇所かっていうか何回かも記憶がないようなとこもあって、実はまあそのくらいの状況だったんですけども、まあ他の日本人の方とかスタッフがいてビデオカメラとか見せてもらったんですけど、本当にもう廃人のような感じで、まあやめろっていうのも分かったんですけども、まあそれでもアシスタントの方がエイドステーションでペットボトルにお湯入れたりしてくれて湯たんぽ作ってくださったりして、もう体を温めて、まあ、こすっても温めたりしてくれたので、まあ、本当にどうにか進むことができたんですけど、本当にゴール手前3キロから、ね、一緒に歩いてくれたりとか、あとシャモニーに入ってからですね、他の日本人の方、一般の方々とかもすごいたくさんの方が迎えてくれて、本当お帰りなさいって言われて、すごいありがたかったんですけど、ゴールでもね、たくさんの方が迎えてくれて、
まあ、2009年以来ずっと手術とかいろいろあって完走できなかったので、本当になんか3年分祝ってもらった感じでした今回。まあ、結果的には本当に完走だけだったんですけど、まあ、自分の中では本当にまあなんかそこを足まあいろいろあってからまあそこを出したという気持ちと、もう本当に今回は自分だけじゃなくて、そういろんな方々のおかげで完走できたので、まあ、本当に心から感謝しています。